秋田乳頭温泉に行き、その後、大曲の花火を見てまいりました。パッと目に入ったのは特許の騎士ですね。高校生の医療費半額助成ですね。お金を使う時にはインパクトを与えるような使い方をしろって言ってました。全額助成してもね、してももう後発なんだから、全額助成してもすでにこれその他大勢なんですよ。なぜ全額補助にしないかというと、お金なんですよ、出てくるのは。高校生まで全てを全額助成する場合、約4000万円の予算を要するという、とざっくり1人400万かかってるとして、10人カットすれば4000万浮くじゃないですか。まあ、1000人ぐらいの高校生のメリットになれば、そっちがいいと思うんですけどね。そんなことを考えてしまいました。800票の票を取れば、市議会議員を1人出せるという、そういう規模であればですね。あと少し前の配信で、能代の選挙終わってから4ヶ月だという話をしました。人口減少問題どうしてるのかなということを言ったらですね、能代市議会の、ベテランの議員畑定一郎さんからですね、わざわざ私のフェイスブックの方に回答をいただきました。質問の中に、このいろんな人口減少問題を9月の定例会で入れてくれるってことを言ってくれてますんで、まあ本当にそういうのは嬉しいなと思ってます。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は8月の30日火曜日です。前回は一度お休みをいただきました。予定通り、秋田乳頭温泉に行き、その後、大曲の花火を見てまいりました。私の友人が東京、埼玉、静岡から来まして、合計8名で、温泉と花火を楽しんでまいりました。ちょうど良いリフレッシュになりました。花火は、残念ながらメインの時間帯ですね、夜花火、これが始まるちょっと前ぐらいから雨になりましてですね、ほとんど 90% の時間帯ぐらいはずっと雨が降ってました。まあそれでも東京から秋田メンバーから見ればですね、あんなに大きな花火を見たことはないということで、十分に堪能してくれましたし、あとまあなんといっても音ですよね。音の大きさ、そしてその振動がこうお腹にこう何て言うかな、響いてくるというか、そういう感覚は初めてだったみたいで、とても喜んで帰ってくれました。それなので、まあ多分来年また同じようなメンバーがやってくるかなって思ってまして、今度こそは今度はもう少し良いコンディションで見れたらなと思います。もともこのメンバー2年前にこの花火を見ようというプランをして、乳頭温泉プラス、花火ということで、ツアーを組んできたんですが、まあ過去2年間ご承知の通り、新型コロナがありまして、花火は、開催されませんでしたので、まあ結局温泉に2泊という連泊プランで終わってました。それを思えば、十分に一歩前進だということで喜んでくれました。ちょうど、まあ、乳頭温泉を土曜日の朝にチェックアウトして、大曲市内に向かいました。道路混んでるかなと思ったんですけど、まあ、結構早めに移動したこともあって、うまい具合に11時過ぎぐらいにはもう大曲の駅前に着いてましたので、これはチャンスと思いましてですね、例のいつも行っているホルモン、塩ホルモンスミラクというお店に行きました。で、通常は土日は夕方のオープンで予約を取っていくんですけど、この日はまあ特別日ということで、お昼頃11時半か12時のオープンだったんですよ。ただこの日は予約は取れないということで、先着順でした。で、すぐに行きました。で、すでに列ができているかなと思ったら、ちょうど一人だけいましたね。この工務店の方の服装をした方が。で、2番目に並ぼうと思って行ったら、その方がですね、あ、先どうぞっておっしゃってくれて、いやいや、いいです、いいです、なんて話をしたら、いや、うちまだ揃ってないんで、ということだったんで、じゃあすいません、失礼しますってことで、トップになりました。ただ、私ともう一人並んでたんですけど、あと6人は買い物しましたんで、実は私たちは8人なんですけどって言ったら、
いやいや、大丈夫ですよ。うちも18人ですからって言ってました。なので、1番目と2番目のこのセットで、すでに26人ということが確定してますね。お店はせいぜいね、50人ぐらいのキャパですよ。そうしてるうちに、どん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 こう列ができてきました、後ろに。もう20人ぐらい並んでるんですよね、すでに。あっという間に、まだオープンの20分ぐらい前で。そうしたらですね、後ろの方に、まあ、20番目以降の方かな、こう皆さんこう頭数数えてるわけですね。何番目かなってことで。で、なんか、まあ、30番目ぐらいだから大丈夫なんて話をしてたんですよ。ただまあ、どう考えても2組でお店の半分以上取っちゃって、次もなんか4人とか5人とかいう感じだったんで、ダメだなと思って、ちょっと申し訳ないなと思ってました。で、お店開店しまして、入りましたら、いきなりバンバンとメインのフロアが2組で埋まっちゃったので、その後どうだろうな、開店して10分でもう満席でしたね。なので、多分10番目ぐらいの方から後ろはまあ並ぶということで、そんな感じで始まりました。それとですね、この花火で言いますと、当然花火を見た後でどっか行くっていう人もいるわけですよ。で、また翌日ですね、田沢湖方面に戻ったら、過去何回か行っていて、お土産屋さんがあるんですね。比内鳥が見えたり、あと秋田犬が見えたりするお店があるんですけど、そこもいつも、もう広い駐車場があって、ほぼ車はパラパラっといるぐらいなんですよね、週末でも。ところがこの日はですね、満車ですよ。しかも入りきれず並んでました。で、もちろんお店もいっぱい。それからあとはいろんなその周辺の飲食店、これもいっぱいでした。なので、やっぱりこういったの全国的な規模のイベントを持っていると、この周辺に及ぼすこの経済効果って大きいですよね。本当に実感しました。全国クラスのイベントを持っているものの強さというものを感じました。で、それをうまく活用する行政の力も、これも見ました。結構やっぱり花火なんか見てても、大選手の場合はこのオペレーション慣れてますよね、極みで。大体ああいった会場では問題になるトイレなんかも全然あっという間に履けますし、ダスキンさんがこう契約してて、定期的に花火の開催中も清掃と消毒をして回るとか、あとその誘導もしっかりしてるし、今年はまあ雨のせいで若干皆さんバラ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 帰ったせいもあって、そういったこともありますが、それを割り引いても、とてもこう効率的な誘導をしてたように思います。まあ、能代も、まあ、いつも言ってますけど、バスケの街、能代ですよ。まあ、だん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 忘れ去られていく可能性はあります。特に若い世代が出てくると。だ、そういった中でも、こういったバスケの街、能代っていう、まあ、全国に通用する、こういったブランド、イベントを持ってるんであれば、それを活用してですね、こういったイベントできるかなと思います。で、前も言ってますが、バスケのアリーナですよ。あれを作れば、プロバスケットの試合ができますよね。そうすれば、プロバスケットの試合を見に来る方はですね、地元に落とすお金も多いんですよ。で、当然周辺も潤うし、そういった集客をして、それを受け入れる体制、例えば宿泊施設だとか、交通のアクセスとか、これを整備すれば、十分まだ全国レベルのイベントいけるかなと思いますけどね。バスケットを見て、例えば全国のラーメンファンは能代のラーメン店を回るとかですね。特に18番なんかの日本中からラーメンファンが来るわけですから、そういったことも含めて、このこう割と面でこうというか、もっとがいいとこの時間も含めた 3D な感じでですね、こう能代の街をこうアピールするような形をしてほしいなということを実感しました。まあ、そういうことも含めていろいろ見てました。ちょっと前置きが伸びました。例によりまして、北欧新報を持ってきました。前回サボってますんで、ちょっと多いです。このくらいありますって。で、これをちょっと眺めてみたんですけど、例えば北欧新報をこう見て記事をピックアップしますが、例えばこれ今日です。今日の北欧新報、パッと目に入ったのはトップの記事ですね。高校生の医療費半額助成ですね。まあ、内容はタイトル通りなんですけど、これ見てくださいよ。県内20市町村は無料化。つまり、秋田県内のですね、これで書いてます、記事読んでみますと、県内の25市町村のうち、すでに
20市町村が高校生以下の子どもたちに全額助成しているんですよ。能代市は後発かつ助成割合が少ない状況だが、能代市は少しでも負担を減らしたいとしていると書いてるんですね。まあ現在全額助成していない残りの5っていうのは、5市ですね、能代市、大館市、秋田市、横手市、湯沢市です。だからさっき花火の話になった大仙市なんかはすでに高校生までの層には全額助成しているという話です。でこれもですね、なんかこの、まあ、これを一歩前進というふうに前向きに捉えるのかっていうとちょっと違うと思うんですよね。私はなんかそのこの半額って半端じゃないですか。これ私が宮遣いしていた頃にですね、カリスマ社長がいて、私はその下に社長室とかに新人とかから入れてもらったんですけど、よくその経営者が言うのはお金を使う時にはインパクトを与えるような使い方をしろって言ってました。ドンと分かりやすい使い方、例えばこれもですね、全額助成してもね、してももう後発なんだから全額助成してもすでにこれその他大勢なんですよ。ですよね。ところがこれ半額でしょ。で半額だとですね、まあ、これ北部新報だから出るけど、半額助成今更やってもですね、ニュースになりませんよ。なのでいわゆるその人口の問題も含めてですね、これちょっとインパクトないなっていう思いました。まあ経営的に言うとセンスがないということです。ちょうどたまたま今日別のニュースで例の、新型コロナの関係で話題になったイカのモニュメントをやった件、この記事ですね、これはですね、能登町ですね、イカキング宣伝効果18億円、例の無駄遣いって言われたやつですよ。例の新型コロナの関係で無駄遣いって言われたやつですね。結果あれはですね、宣伝効果18億円で、経済効果6億円だったそうです。投資額はですね、制作費として約2700万円、ただこのうちの2500万円は国の地方創生臨時交付金ですから、まあ真水で200万円ですよ。これでこんな効果を上げた。これもまあ通常は担当した役人が後からもしかしたら、めちゃくちゃなことを言われる可能性があるけどやったわけでしょ。こういったまあある意味は侍がやっぱりいるんですよね。まあいろいろ好きなことを言ってますけど、まあ、こういったまあ自分のリスクを犯してまで実行する、そういった行政官がいるところはある意味羨ましいなと思いますね。例えばこの記事見てましたのですね、なぜ全額補助にしないかというとお金なんですよ、出てくるのは。でこう書いてます、能代市のですね担当課によりますとですね、高校生まで全てを全額助成する場合約4000万円の予算を要するというと。で財政面で厳しいということを言ってます。4000万円あとかければ全額助成できるんですよ。4000万出ませんかね。そう思ってここでも以前ちょっとご紹介した能代市の予算の状況をちょっと見てみましょうか。普段あまり見ないでしょうから、ちょっと能代市の予算を見てみましょう。これが令和4年度の能代市の当初予算編成概要ですね。まだ補正予算を組む前の最初の予算です。高校生の医療費を全額助成するために必要な4000万、本当に出ないのかということをちょっと見ましょう。これですね、例えば、なんかいつも出てきますけど、この道の駅2つ施設管理費、3500万円ですよ。もし黒字経営だったらこんなかかんないわけで、まあ、黒字で運営できてるのかな、いずれこれプラスで返ってくるのかなっていうちょっと疑問もあります。それから、これは、その道の駅2つの関連でいきますと、あと、こういう部分の町づくり推進費、1254万7千。なので、この、道の駅2つの周辺だけでですね、1200万の3500万、だから4700万あるわけですよ。これから少し捻出してあげることはできないかという感じを例えばしますね。で、あとですね、単純に4000万ってのはどうかと言いません。
一番大きいところから左出すというのが、まあ通常の発想ですね。で、見てますとですね、やっぱり人件費ですよ。市役所行ったらわかるけど、人多くないですかね。人口が減ってるわけだから、で、デジタル化による業務の効率が進む。であれば、通常は職員の人間の数は減るんですよ。これは。なんか仕事を作るためにいろんなやってませんかって感じがしてます。これですよ。人件費約40億円ですよ。つまり、1%の人件費を削れば、4000万出るわけでしょ？ 4000 万。例えば市役所行くと、1階に受付が2箇所ありますよね。2箇所いりますかね、あれ。あと昼の時間帯なんか行ったらわかるけど、結構ね、余ってる人いますよ。ピークに合わせて雇ってるんじゃないかと思いますね。まあ自分で会社を経営した経験から言えばですね、ピークに合わせて人を雇うことは無駄ですよね。とかありえないですよね。なので、そういった無駄な人間も考えて、で当然人間が増えれば経費も増えますからね。なのでこの義務的経費が全体で130億あるわけでしょ。でそれを思えば、市役所職員を数名、ざっくり1人400万かかってるとして、10人カットすれば4000万浮くじゃないですか。その分で、このもう1000人規模の高校生、まあ950人って書いてますけど、まあ1000人ぐらいの高校生のメリットになれば、そっちがいいと思うんですけどね。そんなことを考えてしまいました。それとまあこれはオリジナルの予算ですけど、確か6月に補正予算出てますね。ちょっとそれも言ってみましょうか。これは今回の医療費半額助成の件で出ていたまた補正予算の話なんですけど、直近これですね、今現在、6月。これ見てますと、まあ、当然当初のプランに対していろんな変更が起きるわけなんで、こういった補正予算が来るんですけど、まあ、こんな感じで見てますとですね、おっと思ったのは、これです。まあ、先ほどちょっと、人員削減の件で話したデジタル化、IT 化の話ですけど、これが例えばね、こうです。コンビニ交付サービス事業費。1500万。これって何かというとね、コンビニなどで住民票及び印鑑登録証明書を交付するシステムの導入。ね、東京都内ならわかるんですよ。ただこれ、のしろしで今、いります？はっきり言って。そもそも1500万で、今、このタイミングで手をつけるべきことでしょうか。そんなに住民票とか印鑑登録証をですね、発行してますか？で、それをコンビニで発行する必要はありますか？そもそもコンビニがないじゃないですか、あんまり。セブンイレブンもないしね。なので、ちょっとこれは言うと思いますよ、こういう変なこと。で、このキャッシュレスの決済、これはあれかな、市役所に行くと最近なんかありますよね。なので、こういったいずれいるんでしょう。いずれは必要なんだけど、今このプライオリティとして今やる必要があるかというのはちょっと疑問に思います。あと、まあこういった職員人件費も増えてますよね。さっきの話と逆で、むしろ減らせと言ったら増えるっていう、こういう面白い状況が起きてます。もしまあ理由があるならぜひまた教えてください。異論があるでしょうから、ぜひオープンにしてますのでお願いします。こんなことでどんどんやってますね。あとこれです。能代工業団地拡張事業費、3億3000万円の追加の計上ということです。上には900万、まあ、約3400万、まあ、約3億4000万ということですね。で、こちらに参ります。継続費補正、ここにも、工業団地拡張事業費で5億4500万あります。まあ、斉藤市長一押しの中国木材の件ですけど、まあ、ここでこの規模の投資をするわけですから、これをしっかり回収できるのかどうか、それはぜひ、能代市民としてですね、ぜひフォローしていきたいなと思ってます。で、もちろん、市議会の方でも、これはフォローしてほしいと思いますよ。他の項目に比べますと、明らかに桁が違いますからね。これはまさに投資ですから、しっかり投資したものは回収してもらわないといけないということで、まあ、法人税とか、そういったもので回収するんですかね。
結構な金額ですよ。中学木材が相当利益を上げて、相当税金払ってくれないと、これは回収できないということです。これは本当に大事な税金ですから、そういうことで、フォローしておいてほしいと思います。繰り返しますが、もちろん私たち市民もフォローしますが、能登地方議会の方でもフォローしてほしいと思います。そして、他の記事にもちょっと目をつけてみますと、例えばこれは昨日ですね。昨日の北新報ですね。ここにですね、こんなコラムがありました。五能線の大雨被害です。五能線の大雨被害。現在五能線は、岩立とですね、鰺ヶ沢の間が不通ですね。いつ復旧するかわからないということです。で、この件に関しましては、その1日前、27日ですね、この記事の中に、北欧新報の中に記事があります。五能線復旧見込み立たずです。これは大本線は約2月で復旧するらしいんですが、五能線は復旧見込み立たず。写真出てますけど、こんな感じで激しく損傷しております、五能線。これに関しては、まあ、目処立たずですね。で、ちょうど五能線に関しては、確か7月の情報で、こちらで紹介したのが、五能線が廃線の危機ということで、JR 東日本が公表した運行収支データで、能代駅と深浦の駅の間は約15億8600万円の赤字、年間ですね。で、深浦駅と五所川原駅の間でも約13億8200万円の赤字ということで、まさにまあ、検討ですね、今後どうするかという検討する対処路線に入っているということでした。で、もともと何もなくてもですね、これ廃線の危機なんですよ。まあ、数字的には真っ赤。ただ一方で、鉄道ファンとしては、乗ってみたいローカル線の1位と、日本1位ということは変わらず、JR 東日本のウェブサイト見ても結構大々的にプロモーションしてますね。なので、観光資源として魅力があれば、まあ、いろんなことを考えて存続する見込みはあるんでしょうけど、純粋に数字だけ見れば、これはシンプルに廃線と、あるいは区間をカットとかいう対象路線なんですよ。まさに五能線は存続の危機という状況にあります。ただでさえもそうでした。で、それにこれでしょ、復旧の見込み立たずなんですよ。そうすると、いっそのこと、まあ、ちょうど東日本大震災の時もあったんですけど、まあ、もう直すと絶対にペイしないから、これを機会にもう廃線にしてしまおうと、で、バス利用に切り替えようという流れが出てもおかしくないわけですよ。なので、ここは本当に能代市としてはですね、まあ、周辺の市、県、青森県巻き込んで、なんか対策を打ったらどうなんですかね。例えば、まあ、こう鉄道ファンをこう呼び込むような、この助けてください的なプロモーションとか、あと五能線と途中の乗り継ぎバスをうまく絡ました、そういったイベントとか、そんなものもちょっと考えてですね、本当に、まあ、なんとか存続の危機を抜けるというか、そういったことを、なんかこう存続の危機をですね、地域住民と鉄道ファンを巻き込んで、こう切り抜けよう的なプロモーションとか、そんなものを考えるのが多分政治じゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね。で、例えばこれ実際どうかと思って、ね、路線の情報を見ていてみたんですよ。そうするとこうなってます。これは乗り換え案内のジョルダンさんのウェブサイトですけど、この路線の路線図地図ってのがありまして、区間書いてます。東の塩からずっと始まって、で、今回損傷したのはここですね。岩立までは行けるんですね、この線で。で、岩立からこの後ろがずっと白神岳登山口とか12個、それからはウェスパ椿山深浦、この辺がずっとやられてるんですね。で、結局その今鰺ヶ沢までが通れないということです。結構長い距離なんですよ、この千畳敷。これもダメでしょ。なので、現在五能線との線路列車としては、この岩立からここの鰺ヶ沢までがダメと。
で、この深浦を起点としてですね、上り下りのこの普通区間をバスで対応しているということです。これが現在のですね、この線の運行状況ですね。能代から、東能代から岩立。この区間は、この線の列車で移動して、そこから乗り継いでバスということです。こんな感じですね。例えば5時34分、東の城発、ずっと行って岩立までは列車。で、この代行バスに乗り換えて、深浦までと。で、7時22分はこうで、列車で行って、8時9分に岩立に着いて、そこから代行バスと。こんな感じになってますね。直行の代行バスもあるんですね。まあ、こんな感じです。黒い文字は列車、赤い文字がバスということです。で、上りも同じで、深浦から岩立まではバスで来て、そこからは直通のバスまたは列車ということで来てると、こういう状況ですね。当然また青森県側も同じような運行をしているということです。まあ、こういったことで、まあ、逆にピンチをチャンスに変えるというわけでもないんでしょうけど、この5能線のピンチをむしろアピールして、地元住民のその利用促進とか、それからまあ鉄道ファンの心に訴えるとか、そんな政策が必要じゃないかなって思いました。それから26日の新聞だとこうネギです。今回の大雨で結構ネギがやられてます。まあ、ちょうど江ノ島市長選挙で現斉藤市長がいくつか実績をアピールした中にネギがありましたね。年間30億円の出荷までいったと。で、さらに増やすんだと言ってました。で、多分今回のこれはそのまさにその一番のアピールポイントを直撃してます。まあ、まさかまあ今年のまた年末になってですね、年度末かなって、まあネギの出荷実績が減ってしまったという時に、いや、あれは雨のせいでっていうだけで終わるんじゃないだろうなってふと思いました。まだ時間があるので対策してほしいと思います。ネギがダメになっちゃったのは天気のせいというんで終われば何の知恵もありませんから、そこはぜひまあ対策をしてほしい。まだいろいろと代替の手段を考えるとか、なんとかまあ利益を確保することをやってほしいなと思います。被害が起きたから助成金出したと、救済したというだけで終わってはいけないと思います。それから能代のチャレンジ、要は起業ですよ。これを応援するという中心市街地活性化室の話とか、あとまあ同じ中心市街地活性化していくとこのこれですね、この前終わった街づくりの学校ですね、これもありましたね。まあ、いろんなことをやるのはいいんですけど、あとこういったまた1日前、人手不足の企業支援というのも出てます。まあ、一方でこういった住民移住の受け入れ好調というのがありますけど、まあ、まだ桁数が数十件ですからね。まあ、移住は確かに来てるんですけど、逆にもっと多い人数が移住しちゃってますからね。なので、その出た方を言わないとアンフェアだなと思いますけど、まあ、入ってきた人はいるけど、出た人はもっと多いということです。で、結果、どん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 人口が減ってるということです。で、この人口減少問題はいつもここで言ってます。で、そうした中、ちょっと嬉しいニュースもありまして、あと少し前の配信で、能代の選挙終わってから4ヶ月だという話をしました。で、能代市としては、この人口減少問題どうしてるのかなということを言ったらですね、ちょうど能代市議会の、ベテランの議員、畑貞一郎さんからですね、わざわざ私のフェイスブックの方にこう回答をいただきました。コメントで。で、それに対しまして、またお礼を兼ねて、新しいテーマを振ったら、またそれに答えてくれました。なので、当然、市民ネットワークという会派の副会長の畑貞一郎議員からですね、わざわざそういったコメントをもらえる、あるいはこちらが逆にこう簡単なこう意見交換できるというのは、とても嬉しいことです。こういった YouTube のチャンネルで、好きなことを言ってますけど、一応僕なりに考えて言ってはいるんですけど、まあ言ってるだけですからね、遠吠えなんで何の動きもないなと思いつつやってるんですが、実際それを受けて畑さんの質問の中に、このいろんな人口減少問題を9月の定例会で入れてくれるってことを言ってくれてますんで、まあ本当にそういうのは嬉しいなと思ってます。
なかなかまあ質問投げてもですね、スルーされるケースが多いんです。まあ当たり前なんですよね。だこれもしょうがないんですけど、まあちょっと続けてきて、やっとまあいろんな方が見てくれてて、登録視聴者数も200人超えてきて、まあ、1億人に向けてやるコンテンツがあればね、まあ1万人、2万人いないと、何の影響もないんですけど、800票の票を取れば、市議会議員を1人出せるという、そういう規模であればですね、その中でいつも見てくれる方が200人以上いるということはとてもすごいことだし、これがまあこれあと500人、600人、800人と増えてくれば、本当に自分たちの応援する人を議会に送り出すことができます。で、実際今回も YouTube 以外にも、まあ、畑さんが見てくれた Facebook とか、あとは Twitter とか、アメブロの方を見てますと、すでにもう3000とか4000のリーチができてるんですよ。なので、こういったことで、なるべくその市民の声を、ここを通してこう議会に伝えるということができればなと思っていた矢先に、まさにそういった市民ネットワークの会派の方から、そういった嬉しいアクションがあったので、今とても喜んでおります。なので、これ今後ますます好きなことを言っていこうかなと思います。好きなことを20個言って、そのうち1つでも2つでも議場の方でテーマになれば、これに越したことはないと、そう思ってます。なので、今日ちょっとまあいろんな新聞がたくさんあったんで、順番に手当たり次第に喋っちゃったんで、テーマを出すの忘れました。実はこういったまあ人口問題、それからこの風車の据え付け完了して、いよいよこれからビジネスになります。なので、こういったことが単に能代で作った電気が、そのままスルーして東京とか仙台に行くんじゃなくて、能代市にもこう還元されるような仕組みを作るとか、それからこういった人手不足の企業支援とか、あとはこのさっきの、子育て支援というかな、そういう面も含めていろんな手があります。あと、こういったリスクマネジメントで行きましたことは、ネギをどうするか、農政どうするかということも含めて、まさに能代に今求められているものはこれだというんで、今更に出しますと、これが今日のテーマでした。能代市の経営力、能代市の経営力がまさに今こそ求められているということを考えました。まあ、実はいろいろと今回いろんなイベント出ました。で、人口問題に関するものとか、町おこしに関するものを出ました。やっぱりね、まあ、こういった言い方すると古臭いんですけど、外部から来られてですね、協力隊的な形で参加している方の意見というのはね、やっぱりどっかね、上滑りしてるんですよ。悪いですかと、はっきり言わせてもらうと。まあ、協力隊でいることが目的みたいな感じがしました。なので、あまりこの行政とか、市のリーダーに向かっては、厳しいことを言わないと。耳に心地いいことだけを言うという感じがしました。やっぱり本当に地元のことを考えたのはね、やっぱり能代の人ですよ。能代の出身者が一番やっぱり考えてますよ。なので、自分たちの町を何とか残そうと。で、能代市なくなるかもしれないですよね、このままいくと。で、五能制なくなってですね、バスケットボールが、もしだんだんこう、バスケの街がですね、沖縄とか、神戸の方にこうブランドイメージが移ってしまってですね、で、人口は減り続けると。で、こういったネギとかもいろいろ被害を受けると。米もなんか県南の方が今すごい咲き誇りとかって盛り上がってるけど、なかなかまあ立地の問題とか、そんなこともあって、なかなか咲き誇りは能代の方は作ってないということがあったりして、どん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 地盤沈下してるんですよ。で、これでもし風力発電の事業でもなんか途中撤退とかされたりね、それから散々投資して中国木材を誘致したけど、また何年かしたら出てっちゃったとかね、言うと目も当てられないわけでしょ。そういったことがやっぱり含めて、やはり、ゴインコンサーンですからね。そういうことで、やっぱりこのまさに今こそ経営力ということが必要なので、経営力のある方をやはりやって、まあ、古臭いですけど、地元の人、能代の人がやっぱりやらないといけないと私は思いました。ちょうど大前の花火見てですね、エンディングで歌流れますよね、秋田の県民歌とか。やっぱりね、みんなあれで聞いてこうじわっとしてるんですよ。実際東京から来たいろんなお客さんとか周り見てますとね、エンディングがこう始まるとね、もう帰り支度するわけですよ。出口混むから。なので、あれはまあ横笛で見ながら、あとちょっと音を聞きながら、だんだんこう帰り支度するわけですよね。そこがやっぱり違うなと思いました。やっぱりずっとこう聞いてね、こう余韻に浸ってるっていうかな、
思い巡らせたのはやっぱり地元の人ですよ。秋田県の人。ちょうど能代で言えば屋久田端ですよね。音色を聞きますとですね、やっぱ独特の気持ちになるじゃないですか。そういった思いがやっぱり街づくりの方に反映しないと、やっぱ力入んないなと思いましたね、今回は。で、本当に今回の、そんなことを今回の花火の会場で感じたり、今年の能代の屋久田端で感じました。青臭いですけど、地元の愛とか、そういったものがやっぱりあるんだろうなって思いました。最後にもう一回だけ。26日の福祉です。また人口は順調に減ってます。市民ネットワークの会派の皆様の行動に期待しております。ということで、今日は能代市の経営力ということでお時間を頂戴いたしました。いつもありがとうございます。佐藤でした。